はい、こんにちは。今日は久々にですね、おすすめの食事ということで、紹介していきたいと思います。皆さん覚えてますか？前回はですね、たこ焼きとかですね、私を映すにたこばっかりを映すカメラマンさんなんですけれども、今日はちゃんとですね、食事も映しつつ、私も映しつつ、バランスよく撮ってくださるでしょうか？いいと思う、なんていうね、まあ、どうでもいいとして。はい、まあ、その他にも寿司、お寿司とかですね、単なる雑談会になるんですけど、今日も雑談会になります。ということで、じゃあ、まずは、何をですね、紹介。今日は食べるかというと、はい、ドーンということで、下にカメラをめっちゃゆっくりということで、今日はですね、ドミノピザということで、まだ私もですね、中身は何なのかっていうのをですね、知らずにですね、とりあえずたった今、なんだっけ、デリバリーじゃなくて、デリバリーって言っちゃってんのにデリバリーじゃないっていうね、持ち帰りというですね、はい、ここ突っ込みポイント1ビシということで、はい、早速何かというとですね、あれ、こう開けるタイミングで肝心な時に僕を映すというですね、カメラマンさん、なかなか天の弱、いい感じっすね。ということで、こういうところで手間取るかと思うんですよね。はい、バーン、これはなんだ、これ何、シーフードミックスかな、多分エビとか、タコとか、それから、あ、この貝、ムール貝。ムール貝、ムール貝、あのイタリアン料理にあの定番のやつです、定番のやつ。それから、はい、もう一つ、なんでこれ開けにくい、あれ、どこ、え、どこ、どこ、あ、これか、これか、ちょっと硬いの、はい、バーンということで、これはなんだっけな、照り焼きチキンになるんですかね。はい、カメラマンさんが小さくうなずいてると思う、うなずいてるの多分そうだと思う、照り焼きチキンということで、今日はね、はい、もうなんか結末、コロナもね、ほとんどの都道府県が、都道府県じゃないや、府県が42府県ですかね、解除されたということで、まあこれまで外食なかなか行けなかったんで、ちょっと贅沢しましょうよということで、今日はこちらを用意しました。まあ、ピザをですね、これから食べていくんですけど、見ると去年ハリウッドに行ったなんて話をこう何回かあったので、そろそろこいつ取れって話ですよね。スーツ姿にこれってどんだけファンキーなやつなんだって話なんで、戻します話。ハリウッドに行ったっていうお話は、まあ、過去の動画見ていただいた方とかご存知かと思うんですけど、ハリウッド通りとかですね、まあ、それからまあいろんなそのなんとか通りとかって、例えば僕ラスベガスとかも行ったりしたんですけど、コスプレとかですね、ちょっと奇抜な格好をしたとか、セクシーな格好をしたお姉ちゃんとかお兄ちゃんとか、まあ、ダース・ベイダーとかスパイダーマンとか、いろいろこう昼間立ってるんですよ。で、一緒に写真を撮ろうぜって言って、歩み寄ってくるんですね。で、皆さん注意してください。写真撮ると5ドルとか10ドルとか20ドルとかせびられるんですけど、決して撮らないでくださいね。まあ、そのお金を払っても、そのコスチュームしてる人たちと写真撮りたいっていうなら別かもしれないんですけどね。僕は初日にスパイダーマンの、ベノムっていうんですか、黒いやつと写真を撮って、20ドルを請求されたんで、1ドルだけ私に逃げてきたという、まあ、初日を過ごしたんですけど、いろんな呼ばれ方するんですよ。向こうの人たちから。ジャパニー、ヘイジャパニーズとか、ヘイメンとか、ヘイキッズとか、キッズ、まあ、その日本人はやっぱちょっと幼く見えるから、キッズなんて言われてもすると思うんですけど、ヘイボーイとかですね、いろんな呼ばれ方をする中でですね、一番意味がわからなかったのは、ヘイピッツァって。そう、ピッツァ。このピッツァですよ。誰がピッツァやねんって、どこにピッツァって。そう、顔をこつ、カメラマン、今どこの、この顔のどこがピッツァやねんってなってて、ピッツァやってもピッツァやもん俺ってなっちゃうんで、まあ、それはいいとしてですね、あ、もう若干肩震えてますけど大丈夫です、肩、カメラマンさん大丈夫はい、ということで、もうこの辺りちょっとまず編集しておいてくださいね。なんなら僕の顔をこう一部切り取ってここにバンってはめてもらってもいいですよ。はい、まあ、っていうことがあって、まあピッツァなんてですね、呼ばれたなっていうことを思い出したりとかね、そういうしょうもない雑談でした。ところで皆さんはどんな、何ピザが好きですかね。僕は結構ですね、このシーフード系のピザが好きだったりとか、あとはクワトロですね、チーズたっぷりのピザが好きだったりとかするんですけどね。まあ、時々やっぱり食事作るのもしんどいなとか、お店まで足運ぶのもしんどいななんていう方はですね、ぜひなんかデリバリーの、まあ、ピザはじめお寿司とか、それからマクドナルドとかも、最近なんかウーバーイーツこのコロナの期間でめちゃくちゃ増えましたね。なんかチャリでこう走っている人たちっていうのがなんか3人組でいたりとかですね。で、信号をまっすぐ進むのもいれば、右に進む、左に進むっていう人たちもたくさんいたりとかして、やっぱりそういうデリバリーっていう需要がまあ増えてきてるのかななんていうふうに思ったりするんですけどね。まあ、皆さんはデリバリーするなら何が取ってみたいですかみたいな、そんな意味のない値上げ付けなんかもしたりするんですけどね。ということで、冷めないうちに早く食べないと、カメラマンさんもね、もうそろそろ早く終われよというですね、ことをニヤ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 しながらこっちをですね見ているので、そろそろ食事に
移ってまいりたいというふうに思います。まあ、あの食べている姿はですね、あの想像にお任せします。誰が想像すんねんという話ですが、ということで本日は雑談会でした。お付き合いいただきましてありがとうございました。ハリウッドみたいに海外行くときには皆さん声をかけられても注意してくださいね。でピッツァって言われても日本人ですからスッシーと言い返してあげましょうね。はい、ピザを移してあげてください。ということで終わります。本日の動画以上とさせていただきます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた次回いたしましょう。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。